さあ、藤子 F 不二雄キャラクターズ大集合、少し不思議なドタバタパーティー、コロスケ編第1ゲーム目後編でございます。さあ、ぴったりボーナスで、あ、やっぱりキテレツを選ぶか。おお、ラッキー、怪我の巧妙とやつ、巧妙というやつ。あ、さくらまみか結構リードしてるな。俺は早くアステロイドラリーをゴールしないとダメだな。追いつけない。とは言ってもな、焦るけど、このコースだけは慎重に行かないとダメなんだよな。なんだと？ここに来てそんなラッキーなイベントを。羨ましいぜ。しかもサイコロ2つ振れるのび太のカードを手に入れたから、これはちょっと額に汗をかく。やばいやばい、また悪夢再来か。異世界の友達と遊ぼう。10ポイントをゲット。焦るけど、これ大きい目を出さないとゴールできないぞこれ。あと何マス ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20!20 か。絶対3ターンぐらいかけないとゴールできないな。どうする？次のイベントマスはどこだ？でもワープするだけだろ。ワープするだけでここに止まっちゃうんだから、これ悩むな。ダメだ。ちょっとここはちょっと先生の仲間パワーを使おうか。サイコロを振った後に一度だけ振り直せますと。あ、待て、あ、でもこのカウンターのイラストあんま意味ないな。このか、あ、ちょっと待って、確かチンプイってのび太のカード持ってたよな。あ、だったらこれ、このカードでカウンターできるから、ちょっとこれはやめておこう。他のプレイヤーの F ポイントを半分にする。いや、ここじゃちょっと意味ないな。普通にサイコロ振るか。地道に進めていきたいな、こればっかりは。よっしゃ、8。運よくアステロイドマスに止まったけど2位以上。ただ1から6だからな、進める可能性。あ、でも1を出さなきゃいいわけだから、ちょっとそれにかけよう。あ、最悪だ、これ絶対負け確定だろ。最悪だ。うわ、このモチベーションでミニゲームやるのか。まあまあ仕方ない、やるか。大会議、宇宙人カウンター。手を挙げている宇宙人を全て数えましょう。数えた人数が正解から一番近い人の勝ちですと。確か A ボタンでカウンターを押すことができると。よし、やっていくか。このモチベーションでやっていくのか、辛いぜ。始め。
わあ、目がぼやける。ずっとモニターばっか見てるとこれきついぜ。あ、もう見えなくなる。わからん。やばい。もう途中から適当に押してる。3人ぐらい数え損ねがいたんじゃない？いや、4人か。どうなんだ。あー、なんかチンプイが勝ってそうだな。ぴったり38。やっぱりだ。それまで数え損ねが4人いるレベルじゃねえぜ。もうだからこのモチベーションでやりたくなかったんだよ、このミニゲームは。くそー。てか今まで30代が多かったのに今回多いな。44人か。畜生。悔しい。10か。ああ、いいな。結構進めるっていいな。スタコラ仲間が逃げてった。ああ、まあよかったよかったよかった。まあ他人を蹴落とすような言い方だけど、まあいいや、こればっかりは運だしな。さあ、カウンターの準備は整った。行くぜ。 X ボタンだっけ、 Y ボタンか。やったぜ。はっはー、これで結構進めるじゃないですか。チンプイさん結構進めるじゃないですか。あ、イベントマスか。絶対ドラえもんでしょ。おお、ありがたいっす、ありがたいっす。チンプイさん、この幸せをかみしめます。やったー。こっから先フレンドメーカーマスがあるからちょっと助かる。あんま欲張るとこのアステロイドラリーは攻略できないからな。1以外なら出せると思ってサイコロを振った俺が間違い。あー、4か。これゴールするんじゃない。これ1か2来い、1か2来い。あー、ここで止まったか。さすがにもうこれはできないと思ったんだろうな。どうすっかなー。もうカウンターで使ったからこれは使えないでしょ。今サインだからどれくらいもらえるんだっけ。アシスト、あー、アシストの仲間はいないな。今サインだからどれくらいもらえるんだろう。おお、20ポイント結構もらえる。ありがたいお妃様。その割には結構進めてね。ちくしょう。もうキラ仲間出ないな。これコピーロボット使っちゃうか。あ、
新しいミニゲームだ。ジャスト3分美味しいカップ麺コンテスト。3分ちょうどでカップ麺の蓋を開けましょう。3分に一番近いプレイヤーの勝ちです。 A ボタン蓋を開ける。途中まで見えている時間をヒントにして続きの3分を数えてみよう。おお、簡単なミニゲームだな。体内時計でだいたい3分のところで A ボタンを押せばいいわけ。ちょっとごめんなさい。さあ、ちょっと席を外しておりましたがやっていきましょうか。本当にこれ開始から3分待たないとダメってこと？マジで3分待てってことか。まあ、いや、ちょっと、いや、練習なしで行ってみようかな。体内時計で3分。あ、そういうことか。始め。10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。今だいぶ遅れてボタン押したな。のび太が食べるんか。なんかキキカップラーメンになってるな。どれが美味しそうかな。こっちかな。いや、こっちかな。どれが美味しいんだろう。どれが美味しいかな。お、ありがとうコロスケー。なんてね。おお、あー、よかった。てか開始から3分待つ、3分待つっていうゲームじゃなかったのか。10秒、そうだな、10秒間自分の頭の中に数えて A ボタンを押すっていうゲームだったのか。本当に3分待ったらもう本当長いだろって話だけどさ。まあまあ、よかったよかった。うん、てかのび太くんが審査員なんだね。さ、一回見たときなんかキキカップラーメンみたいな感じになってる。ラストターン。さあ、うまく逆転してる。あ、そっか、さっきぴったり止まったからだ。とりあえずラストターンだからね。仲間をたくさん集めていくっていうことに、ことを考えるよね。10ポイントゲット。この F ポイントも結構重要だったりするんだよね。最後の最終結果でポイントが同率な時に、このポイントの、この F ポイントの量で勝敗が決まる。量っていうかポイントの多さでね。1出せ。そんなに人生甘くはなかったぜ。まあ、こればっかりは仕方ないよ。うわー、マジかー。いや、でも紹介してもらえるのは3人でしょ。あー、2人か。よかったよかった。あ、ぴったりボーナスだから20ポイントか。わ、これドラえもんもゴールしそうな勢いだな。やっぱりな。それ使うと思ったよ。あー、誰もカウンターできるようなカード持ってないし。
まあドラえもんもゴールか。パーコとパーヤンとバードマン、うわーパーマンキャラが、え、ちょっと待って、あ、よかったよかった、確か、ん、あー、そっか、ブービードラえもんが持ってたね。ドタバタバッチを手に入れた。でもいい、でもラストターンだから使わないだろ。やっぱりなー、これちょっときついぜ。もう自分の持ってる全財産、全財産を使ってるな。うわ、羨ましい。まあ今はちょっと嬉しいかな、マイナスマスに止まったってことは。うわーきついぜこれは。サイコロの目で2以上出せばフレンドメーカーマスに行けるな。いや3だな、3456、3か6かな。俺が逆転するには一刻も早くフレンドメーカーマスに行って、あとはこのバトルマスに止まるか、このフレンドメーカーマスにぴったり止まるかのどちらかだな。まずはアイテム使うか。さすがに使わないのはもったいないよなこれは。7マス？あれ？ 7 マスってなんだっけ？7マスって確かフレンドメーカーマスにぴったり止まれるよね。どうだったっけ？思い出せないや。ちょっともう一回マップを見てみようかな。1,2,3,4,5,6、 あ、ん ?1,2,3,4,5,6,7、 あれ、あーフレンドメーカーマスにぴったり止まれる。ここでだいたい3人仲間にするとして、でここでぴったり止まることで合計5人、いけるかな。トロン逆転の切り札、ここでキラ仲間が出、キラ仲間が出てもな。まあいいや。まあどれを取っても結果は一緒だな。さあ3人目。まあどれでもいいんだけどね。よし、これで3人。フレンドメーカーマス、違った。仲間マスにぴったり止まれるかな。さあ、仲間マスにぴったり止まれるか。
やったー、ぴったり止まれたー。やった大逆転、やった大逆転、そしてファイナルゲーム、やったー、最後の最後で逆転できたぜ。あとはこのミニドラえもんウォッシュを大差で勝てば勝てる。よし、ルール、絵の具のついたミニドラえもんをスプレーの泡できれいに洗ってあげましょう。より多く洗ってあげたプレイヤーの勝ちです。ゲーム中1回だけ特殊技を使うことができます。現在順位が低いプレイヤーから順に持てる特殊技を選びます。よし、光るミニドラは確実に狙いたい。結構みんな上の方取るよな。これはなんだ、一定時間の間スプレーが遠くまで届くようになります。ああ、効果範囲が広くなるって感じだな。スプレーでプレイヤーをひるませます。これライバルも邪魔できるっていう感じ。自分以外のプレイヤーをとミニドラえもんをひるませます。使いどころが重要だな。もう俺はもうこれ一択、ゴールデンタイム、すべてのミニドラえもんが光り高得点になります。さあ集中していっていくぜ。ここで使うか、そんな使うタイミングじゃないだろう。もうちょっと数が多い時に使えよ。ミニドラ、あー、ミニドラ、光るミニドラが来るタイミングを見計らって使ったんかな桜海は。なかなか俺も洗えてねえぞ。よし、洗った。どこで使うかだな。どこでゴールデンタイムを使おう。今使うか。よっしゃ、結構高得点。そしてチンプはいつ特殊技を使うかだよな。残り10秒。よし、今、お、95点、95点も？これ今までの高得点じゃないか。長かった皆さんの頑張りもいよいよ決着の時を迎えます。果たしてどなたが勝利をつかむのでしょうか。今回多分今までこのゲームをやった中で最高得点を出したぞ。ミニドラえもんウォッシュ、これ絶対勝てる。さくらまみ脱落、ドラえもん脱落、コロスケとチンプイの一騎打ち。おーっしゃ、で俺の点数は、おー結構いけたぜ。234、間違えた、235。よかったー。てかもうこのゲームやってから途中からもうダメなんじゃねえかって思った。もうアステロイドラリーゴールされてあんなに差をつけられて、あーでもよかったわ、最後まで諦めんで。やっぱあれだね、キラ仲間以外でもああいうトロンとか、まあ普通の仲間でも仲間を使えば勝てないことはないな。使い方次第でなんとかなるな。よかった。あとさ、ミニドラえもんウォッシュで95点も取ったっていうのはすげえや。よかった、このゲームやった中でもう最高得点だから、もうこれ次なんかブーイング来るかもしれないけど、またゴールデンタイムを選ぼうかな。これをね、
100点まで行きたい。これ100点まで行けば絶対勝てる。これちょっと次は100点目指して頑張ろうかな。シーコイン80枚ゲット。ああもうなんかすげえ、もう今日なんかすげえ満足感、もうこの満足感に浸りながらガチャを回していこうか。ガシャ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 。さあガチャを回し終わったので早速見ていこう。どれだ、これか。大長編ドラえもんのび太の大魔境。大長編ドラえもんは結構映画化されたりとかそういうイメージがあるけど、こののび太の大魔境ってあったっけ。作品紹介。アフリカの奥地に誰も知らない謎の遺跡像を見つけたのび太たち。ジャングルの奥で彼らが見つけたものは。これなんか気になる感じで作品紹介が終わってるってのが気になるな。ちょっと読みたくなるな。ちょっとこの作品を読みたくなるっていうのがちょっと悔しいな。よくできてるなこのゲーム。キテレツ大百科の作品紹介。キテ栄一は先祖が残したキテレツ大百科で毎日毎日発明三昧。コロスケを助手に次々と不思議な品を作り出す。キテレツが主人公の物語で、なんだっけ、コロスケはその助手みたいな感じかな。でキテレツはこの人の憧れかな。キテレツ、なんていうのかな、憧れの的なんかな、このキテレツ祭は。キテレツの。キテレツのご先祖様、江戸時代の大発明家だが、時代が早すぎていて、犯罪者として扱われた人。子孫のためにキテレツ大百科を残す。捕まったの？はぁ、なるほどね。はいはい。あらら。このキテレツ祭は捕まっちゃってるんだ。なんでって感じだけど。ゴンスケ、この作品では、なんだっけ、スミレちゃんと一緒に、ドタバタパーティーの解説をしてる人だな。人っていうかロボットだな。つづり屋のボーイだが、元は芋掘りロボット。あ、え？芋掘りロボット？芋掘り専門？お金にがめつくわがままで、芋への執着が強く、ホテルの一室を芋畑に変えてしまったことがある。それは、ホテルのボーイ失格じゃねえか、それ。そんなことしちゃダメだよ、お鍋。つづり屋ホテルが、1万1000円で買った中古のメイドロボット。メイドロボット？メイドっていう見た目じゃないな。気立てがよく働き者だが、とってもおせっかいで、ついやりすぎることもある。え、おせっかいなのか。結構おせっかい焼きなロボットなのかな。そんな風に見えないけど。梅干し殿下。スーパッパでもっと行こうよ。イベントマス。イベントコマだな。梅干し殿下、空飛ぶドライブより。空飛ぶ、本当に空飛んでますな。タイムパトロール、ボン。リーム。ボンの先輩パトロール、間違えた。ボンの先輩タイムパトロール隊員のリームストリーム。リームストリーム？なんか、カードゲームとかで出てきそうな名前だな。ボンの時代より未来のミドルスクールの3年生で、ボンと共に歴史に隠された不幸を救いに時を飛ぶ。タイムパトロールボンっていうのがいまいちわからないな。どんな作品なのか。ああ、作品紹介のあれが出てないな。これちょっと、これ出さないとダメだな。他は？他何出てっけ？中年スーパーマン、冴えないし。
作品紹介。あれ作品紹介しかないのか。この中年スーパーマン冴えないしのなんかさ、うん、なんていうか、そのシーンとかがわかる一コマがあれば、一コマがあればなんかもっと楽しめると思うんだけどな。冴えない中年サラリーマン冴えないしがある日突然スーパーマンに任命。スーパーマンですか。家庭や社会のことに悩みつつ、今日も正義のために空を飛ぶ。名前からもう冴えないっていう感じが伝わるな。冴えないしって。急にスーパーマンになる。なんかアメリカコミックのスーパーマンを思い出すな。あ、以上か。というわけで、今回ガチャを引いたコレクションはね、一通り見せ終わりました。さあ、今後もね、ゲームの終わりにこのコレクションを除いて、藤子 F 不二雄さんの作品に浸っていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。